どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、スワンナプーム国際空港にいて、本日はねこちらリバーエアーラウンジを紹介させていただこうと思っております。こちらねどんなものかっていうのをシェアできたらなと思っております。それでは行きます。アメリカンエクスプレスプラチナも入れるっぽいですね。あとサイランスゴールドでね入れるラウンジとなっております。それでは中行ってみましょう。このラウンジにはねこんな感じで個室ルームがあります。まあ、こちらでね仮眠取ることも可能です。これはすごいですね。それではちょっと気になったこのココナッツ取ってきました。これすごくないですか。私ラウンジのサービスでも初めて見ましたし、ココナッツ自体も初めて飲みます。それではいただきたいと思います。いただきます。どんな味なんですか。結構硬いんですね。辛っ。いただきます。こんな感じなんですね。予想以上に癖が強いですね。でも美味しい。で苦手な人も多いかもしれないですね。こういうところって食べれるんですかね。ちょっと分かんないんで食べないんですけど、すごい。これ偽物じゃないですもんね。これも作り物な感じがしないですし、木の実っぽいですから、ね、面白い。これ美味しいですね。まあ、ちょっと結構量入ってるんで、あのココナッツがもともと苦手っていう人はやめた方がいいかもしれないですね。かなり癖強い。かなりっていうかやっぱ癖が強いですね。私はなんとか全部飲めそうなんで。いやでもこれがラウンジで楽しめるってすごいですね。ちょっとね今、シャワーを頼んだんですけど、シャワー順番待ちということで今シャワーの順番待ってます。やっぱ癖強いかな。癖の話ばっかりして、でも人生に1回ぐらいいいんじゃないですか。私も初めて飲みますし、しかもラウンジ内の飲み物なんで。でこのバン、ここスワンナプーム国際空港なんですけど、先これより1個前に、プライオリティパスで入ったラウンジに行ったんですけど、そこもね
アイスが提供されてて、ここもアイスが提供されてるんですよね。もしかしたらこのこっちの方のランジはアイスを提供するのは結構普通なのかもしれないですね。まあでもいいですよね、アイス食べれる。お子様とか絶対喜びますし、うん、それではちょっとねシャワーを待ちたいと思います。それではねシャワーブース入ってきました。ウォシュレット付きのお手洗いと、いや広いですねこれ、すごくないですか。でこんな感じで、あ、録したんですね、すごい。で、歯ブラシとかひげ剃りとかね、綿棒とかもありますね。でフェイスタオルとバスタオル2つあって、ドライヤーもあって、この拡大鏡もありますね。でこっちのシャワーブースの方のアメニティも、アメニティっていうか、このシャンプーとかもね、全部ロックしたんですね、すごい。で、シャワー室はこんな感じになってます。それではサクッと浴びたいと思います。それではシャワー出ました。いいですね、すごい広々としてて、ちょっと難点は1点だけね、あんまりすごい熱いお湯が出ないんで、すごい熱めのお湯を浴びたいっていう人はね、ちょっと厳しいかもしれないですね。結構お湯をマック、なんですか、温度をマックスにしてもね、ちょっとぬるめですね。それだけ覚えておいてください。それではちょっとね、ひげだけ剃って出たいと思います。それではね、ラウンジの方出ました。今回はエバーエアーラウンジ。一応ね、スターランスゴールドで ANA の名前も入ってますんで、SFC、スーパーフライヤーズカードを保有の方も入れると思います。ちょっとね、さすがに書いたって入れないってことはないと思いますんで、大丈夫だと思います。今回のこのラウンジはですね、食事、アルコール、シャワーあります。基本的に全て揃ってるんですけども、シャワーだけね、ブースが2つしかないんで、シャワー利用したい方はね、早めに予約して、シャワー利用するようにしてください。私もですね、入ってすぐお願いしたんですけども、20分ぐらい待ちましたので、早めな予約をお勧めします。でね、ここはね、ココナッツの生ジュースがね、無料で飲めたりするんで、個人的にはね、ちょっと面白いかなと思いますんで、おすすめとなっております。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録をお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。